足が細くなりやすい姿勢、ご存知ですか？どうも、パーソナルトレーナーのキミパパです。動画を見ていただきありがとうございます。今回はですね、足痩せをするために姿勢についてやっていきたいと思います。頭が落ちてしまう、この猫背のような姿勢になってしまうと、太ももの前側に体重がかかってしまうので足痩せしにくいんですね。そして足痩せしにくい方の特徴なんですけど、首の後ろがぽっこりしてしまっている、これはですね、なかなか足痩せしにくいんですね。あー、なんか首の後ろぽっこりしてるなーっていう方、足痩せしにくいってことないですか？最後まで動画を見ていただくと、首がまっすぐ伸びる状態と足痩せしやすい姿勢、それを手に入れることができますので、ぜひですね、最後まで一緒にやっていきましょう。それではまず首の後ろがですね、ぽっこりしてしまう原因から確認をしていきます。ちょっと横向きになります。横から見ていただくと、デコルテっていう土台に首が乗っている感じになります。デコルテがしっかり上がることによって首もまっすぐ伸びていくような感じです。しかしデコルテが落ちてしまうと頭が前に出てしまいます。そうすることによって、まっすぐ伸びてた首が前に倒れてしまうことによって、頸椎って呼ばれる首の骨、そこの一番下のあたりが出っ張ってしまうっていうのが根本的な原因になってきます。そのため、この状態でどんだけ顎を引いてもですね、二重顎になってしまうだけで、首の出っ張りは全然解決していかないです。根本的に解決するためには、首はデコルテっていう土台に乗っかっているので、デコルテをしっかり上げることによって首がまっすぐ伸びていくっていうところになってきます。なので、デコルテを上げるっていうのがポイントになってくるんですけど、もう背中がガチガチになってしまってるんですね。そうすると、デコルテを上げようとしても全部腰の動きになってしまって、デコルテが結局上がってないので、首のポッコリした状態、頭が前にある状態、ストレートネックの状態が変わらないっていうことになっていきます。エクササイズでしっかり背中の硬さをとって、腰ではなくてデコルテを持ち上げるっていうところを目標にエクササイズをしていきますんで、早速エクササイズを行っていきましょう。それではエクササイズを行っていきます。まずですね、試しに体チェックでちょっと体ねじってみてください。どれぐらいねじりやすいかなっていうのをですね、少し体感をしてみてください。これがかなり行きやすくなると、背中の錆が取れた状態になりますんで、しっかりやっていきます。では早速始めていきましょう。まずはですね、片方の手を頭、反対の手をおへそに乗せていきます。その状態から体をねじるっていう動きを一緒に行っていきましょう。ゆっくりねじっていきます。この時のポイントなんですけど、しっかり首から順番にねじるっていうのが大切です。急に肘を開くんではなくて、頭の方から順番に体をねじってください。ゆーっとですね、頭から順番にねじるねじるねじると。手を上げるのが辛い方は胸とかに置いておいていただいても大丈夫ですし、この状態で首から順番にねじっていただいても大丈夫です。上げれる方は上げていただいた方が、最後肘ギュッと開くとより体がねじれていきます。しっかりねじる側の方にですね、体重を乗せながらしっかり動かしていきましょう。おへそから一気にねじるんではなくて、頭の方から順番に体をねじっていく。OK。そしたらですね、今度は反対側に行きます。左手を今度は頭、で、おへそを、これでねじっていく感じですね。おへそは正面を向けるイメージで行きましょう。ねじります。ゆっくりでもいいです。ゆっくりですね。ほんと背骨一個一個ねじっていくように意識してください。首の骨7個、胸の骨12個ねじっていくようにしましょう。腰の骨自体はですね、そんなにねじるのが得意ではないので、ひねる動きをしていただくと、しっかり背中の筋肉ほぐれていきます。背骨が柔らかくなっていく感じですね。姿勢を良くしたいときは、しっかり背中の柔らかさが大事になってきますので、背中をほぐすためにはこういうねじる動きっていうのがすごく大切になっていきます。呼吸は止めずにですね、少し斜め上見るような感じで動かしていきましょう。OK です。そしたら今、今度ひねる動きをしたんですけど、今度は体を横に倒すっていう動きをしていきます。手を頭、肋骨の横に手を置いてください。体
体を横に倒しながら肋骨を中に押し込んでいくようにしていきます。肋骨と背骨の動きはですね、連動していきます。なので体をしっかり倒しながら少し手で横に押すようにしてあげると、背骨の動きがより動くようになっていくので、しっかりですね、横に倒しながら、あまり強くなくていいんですけど、横に肋骨がこう移動していきますので、それをサポートするように押してください。これも手きつかったらですね、こういう感じで大丈夫です。肩が痛いなとか、肩こりひどいなという方は肩を上げるのがしんどいと思いますので、下ろした状態でゆっくり横に倒してください。背骨がほぐれるだけでもですね、肩とかの痛みも軽減していきます。上げれる方は上げた方がですね、肋骨のスペースができるんで、より動いていきます。 OK、 そしたらですね、反対側に入れ替えていきましょう。手を入れ替えて、で肋骨の横に手を置いていきます。肋骨の場所は少しずつ場所を変えながら押していきます。ぐーっとですね、肋骨はほんと強く押しすぎちゃうと折れる可能性が、まあ、なきにしもあらずなので、本当に軽くサポートしてあげる感じで押して、下から上に向かってですね、ちょっと場所を変えながら押してみてください。さあ、このままゆっくり動かしていきましょう。ぎゅっとですね、しっかり呼吸を繰り返しながら、できるだけ真横ですね、斜め前に行ってしまうんですけど、できるだけ真横に倒していきます。真横が大事です。さあ、もう少しですね、ゆっくりゆっくり背骨一本一本が横に倒れているようなイメージでほぐしていきましょう。みぞおちを横にずらすような感じで倒していきます。OK です。そしたらですね、今度は背中を丸めて反るっていう動きをしていきます。背骨は 3D に動きますんで、指をガシャンとして、最初は思いっきり体を丸めていきます。丸めた状態から反るときはですね、腕を後ろに引いていくようにしていきます。ふいって丸める、はい、反るーと、これを繰り返し行っていきましょう。体を反るっていうよりも、腕を後ろに引くことによって体が自然と反れていくっていう状態を意識してください。丸める、ふい、反るーと、これもちょっとですね、肩がきついんだよっていう方はこの状態で丸めて、で少し顎を上に引くようにしていただくと背中の反り感が出ていきます。腰を反るんではなくて、あくまで背骨を反っていくので、できるだけ背中に力を感じていきます。最初に反る運動をしちゃうと腰なので、反るって丸めて反る運動は最後にします。はい、 OK です。そしたらですね、今度は四つ這いになっていきます。四つ這いになった状態で手を伸ばしたまま、お尻後ろに引いていきましょう。その状態から背中で床を押していきます。ぐーっとぎゅっと肘をついていただいて、背中で床を押すことによって、背中にギュッギュッギュッとですね、力が入っていきます。肩甲骨と肩甲骨の間のあたりがギュッギュッギュッと力を感じていると大丈夫です。これ肘と膝近すぎるとあんまり反れないので、少しですね、膝の位置は後ろにしてあげてください。ギュッとギュッとギュッと繰り返します。さあ、何回も何回もバウンドしてあげて、背中のところですね、肩甲骨と肩甲骨の間のところにしっかり刺激を入れていきます。はい、 OK です。そしたらですね、今結構ですね、ずっとバウンドしてたんですけど、今度はギュッと縮めた状態をキープしていきます。ギューッと背中のところですね、押しっぱなしです。今度バウンドせずに床にギューッと押しっぱなしで、背中のところの背骨の横のあたりですね、肩甲骨と肩甲骨の間のところがギューッと縮まってるっていう感覚を出していきましょう。背中の筋肉、ここはデコルテを持ち上げてくれる非常に大事な筋肉になってきますので、縮める感覚を出していきましょう。基本的には猫背になっていることが多いので、緩んでいることが多いんですね。なのでしっかり縮めてあげるっていうのが大切です。ちょっと肩疲れたなと思ったら一回力抜いていただいて、またギューッと縮めていきます。さあ、背中の力しっかり感じていきましょう。はい、 OK です。そしたら今度はですね、仰向けに寝ていきます。上向きに寝ていきましょう。
寝てていただいたら鎖骨と鎖骨の間に息を吸うように持ち上げていきます。胸に息を吸うように意識していただくと、今反ってた背中のところがキューッと力が出ていきます。しっかり鎖骨と鎖骨の間めがけて息を吸って、胸がちょっと上がる感じ でゆっくり吐くと、これをひたすら繰り返します。そしてさっき反ったところですね、肩甲骨と肩甲骨の背中のところにギューッと力が感じられるといい感じです。さあ繰り返しにいきましょう。しっかり胸を持ち上げて吐いてと、デコルテを上げるのが首をまっすぐにするにはかなり大事になっていきます。首の下に指を入れていただくと、デコルテを持ち上げた時には首がまっすぐになっているのが感じれると思います。はい、OK です。 OK です。そしたらですね、実際に今体が動きやすくなっているはずなので、この状態から少し体ねじってみてください。最初よりもかなりねじれると思います。そして少しデコルテを持ち上げる感覚も出ていると思いますので、この状態でいい姿勢を作ってみましょう。最後の締めを行っていきます。姿勢はエクササイズだけだと改善しきれないんですね。しっかりいい姿勢を作って最後キープして形状記憶するっていうのが大切になってきますので、一緒にいい姿勢作ってみましょう。座っていただいた状態からですね、鎖骨と鎖骨の間に息を吸うように胸をぐーっと持ち上げていきます。息を吸うようにぎゅーっと持ち上げていってください。そうすることによって背中でキュッとした感覚が胸を持ち上げていくと出ていきます。その状態になっていくと首がまっすぐ伸びていく感じですね。この状態をキープしていく感じです。そうすることによってバストのトップも上がるし、首もまっすぐ伸びるので姿勢美人になっていきます。あとはもうこの状態をキープしていくっていう感じです。一緒に肩も上がってしまう方はデコルテを上げたら肩だけ最後下ろしてあげると、しっかり首がまっすぐきれいに伸びてデコルテの位置が上がっていきますので、あとはこの状態を少しキープをしてみますので、皆さんその状態キープをしていきましょう。キープしている間に今回の内容をまとめていきます。首のところがポッコリしてしまう原因はデコルテが落ちて頭が前に行くので、もちろん首も前に倒れてしまいます。そうすると首の骨の7番のところらへんがポコッと出っ張ってしまうのが原因になってきます。なんで解決しようと思うと、しっかり頭の位置を一緒に戻していきたいんですけど、このまま顎だけ引いてもですね、何の解決もならない二重顎だけになってしまうので、必ず土台であるデコルテから持ち上げることによって頭も正しい位置に戻るし、首の位置もまっすぐ起き上がってくるっていうのが内容になっていきます。ただデコルテを持ち上げようとしても背中が硬くなってしまうと、パカッと肋骨が開いてしまうだけなので、しっかりまずですね、背骨のところ、肋骨のところをしっかりほぐすことによってデコルテを上がりやすい環境を作っていく。その環境を作ったら背中で反ることによってデコルテはしっかり持ち上がっていくことができるので、背中で反る感覚を出していきました。そして背中で反る感覚プラス前側からのデコルテを持ち上げるとよりしっかり上がっていくので、呼吸を胸に入れながらデコルテを上げる練習をしていきました。背中のサビを取る、背中の反る感覚を育てる、デコルテを持ち上げる感覚を育てる、そうすることによってデコルテがいい状態になって首もまっすぐ伸びることによってポコッとなってる脂肪首みたいな状態は解消することができます。またデコルテのトップも上がってきますので、バストアップしたい方とか、ちょっと胸の位置もうちょっと上げたいなっていう方は、このエクササイズはかなり必須になってきますんで、ぜひやってみていただきたいなというふうに思います。ではちょっとですね、しっかりリラックスしてみていただくと、なんとなく最初よりも姿勢が、目線がちょっと高くなってないですか。少し首が伸びている感じがしていると思います。これも形状記憶をしてあげないと姿勢は変わっていかないです。動くだけだとですね、しっかり動きやすくはなるんですけど、いい状態ではキープされないんですね。ちょっと人に見られてると思って、ちょっと女優気分でいい姿勢になろうかなっていうのをぜひ意識してみてください。では今回の内容は以上となります。もしですね、エクササイズやってみて何か感想があったら、ぜひコメントしていただけたらと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。